そうですねまあ、やはり日本とアメリカではうん、まあ、根本的に大きくいろんなことが違うなっていうのはやっていて感じましたし、まあ、一番違うのは,やはり移動の距離であったり、えーまあ、試合数の多さ、えー、なんだろう国内で時差があるとか、まあ、そういうまあいろいろこう 違ったところの環境でやることの大変さっていうのは、やはり1年目感じましたね。比べるとやはりこう。個人の能力としては？まあ、やはりも段違いのものはみんな持ってるかなっていうのは感じましたね。パワーにしてもその瞬発力。そういう。体のこう。身体能力的にはやはり。 うん、日本の野球ではかなわないようなものを持っているというのは思いますまあやはり開幕する前開幕直後っていうのは、えー、まだ僕自身もあのメジャーの舞台で、えー、一球も投げてない状態だったので、まあ、メディアファンの方々のやはりこう反応というか取り上げ方っていうのも どうううなんだろうっていう、まあ、ちょっとまあ疑ってるような感じで見せてもらおうかっていう感じの反応だったと思うんですけど、まあ、やはりこういう世界は結果が出ていれば、まあ、そういうことは言われなくなりますし、まあ、結果を出すしかないなというふうに思っていたので、まあ、そういった意味ではこうだんだん反応が変わってきてるなっていうのは感じながらプレーはしてました。 まあ、日本の方が日本人の方が、まあ、僕のユニフォーム着てくださってるとかっていうのはこうまだこうなんとなく、まあ、分かるっていったあれですけどそのやはりアメリカ、えー、海外の方が、えーまあ、僕のユニフォーム着てくれてんのを見たら「あなんで俺の着てくれてんやろ」っていう、まあ、そういう嬉しさとかはありましたね。